ほなやるか。デッキ出せ。数の暴力。あれ見たライン。キーワードは聞いたけど、うん、はっきり言って何のことか分かんない。あ、何のことか分かんない。あとはやったことあります。でも動画に上がってねえ。なんならボツになった。じゃあ今回はね、はい、もう察してると思うけど、自分のデッキのカードを当ててもらいます。無理。いや、やったんよ。うん。やったよね、前ね。なぜボツったのか。投げ。うん、そりゃそう。長い。これは俺のただの市場。これは変身する側のただの市場。罰ゲームを設けます。答えれなかったカード売ってもらいます。うっ、もうそこまで全部取ります。俺は賭けるけどな。俺はもちろん賭けるけどな。いいよ別に。おい、いいんすか。いいよ。いいんすか。聞いたなお前ら。制限時間10分。10分、1問10分で解いてもらいます、はい、で10分もしたった場合ファイナルアンサーで最後。10分の間は全然何回でも答えてもいい。答え絞んのもいいし、当てずっぽで当てに行くのもいいし。イエス、ノーで答えれる質問だけで。で、あの、売る法則やねんけど、例えば、ボルシャックドラゴン。仮に、もし答えられなかった場合、絶対そんなことはないんやけど、ボルシャックドラゴンなんて。そのデッキに入ってる全てのボルシャックドラゴンを売ってもらいます。俺の場合、アーマードとモモキングのデッキ。2個のデッキに入ってんねんけど。被害でか。そう。8枚売ってもらいます。あ、聞いた上で聞く。やるんやな。おう、いいよ。売るんやな、ミスったら。いいよ、別に。おう、じゃあ、やりましょうか。闇のゲーム。じゃあ、後ろ向いててくれ。俺その間にカード選ぶから。あ、これ困んじゃない。これはなくなったら困るんじゃない。ここに後でスヤ君が答え見れるようにカード仕込みます。どうぞ向いてください。じゃあスヤ君第1問用意スタート。コスト2以上ですか。はい。コスト3以上ですか。いいえ。コスト2。水分明ですか。いいえ。非分明ですか。部分的にイエス。ツインパクトカードですか。いいえ。多色ですか。はい。水引きですか。いいえ。光引きですか。いいえ。二マナで光闇ですか。自然引きですか。はい。メンデルスゾーン。正解。早かったね。さすがに、さすがに早かったね、メンデルスゾーンは。ほんまに助かった。メンデルスゾーン失ったら連ドラきついぞ。非文明ですか。いいえ。あはは、もうダメだ。水文明ですか。はい。水文明。コスト6以上ですか。いいえ。あー、いいえか。え、水タン。はい。水タンで、コスト5以下ですか。はい。5以下か。4以下ですか。はい。3以下ですか。いいえ。水タン4のクリーチャー、そんなやついたか。水タンのコスト4のクリーチャー、そんなやついたか。え、待って、まずくね。俺まずくねえかこれ。大丈夫です。まだあと7分あります。え、ま、もう7分早くね。まだ7分ある。え、もうだよ。もう逆に3分経ってんだよ、もう。ああ、そっか。早い。カップラーメン作れてんだよ。もうこの時間がもったいねえな。待て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 。え?5分30秒。待って、やばい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 。え、待って、ちょ、もう、デッキ探るか。水タンのクリーチャーに、うん、コスト4。コスト4。そんなやつ俺のデッキには存在しないっていう答え。いや、そんなわけない。それはない。ちゃんと抜いたから。やばいって、マジでやばいって。残り3分。3分切った。やばいやばいやばい。待って、それはマジでまずいって。いや、ウルトラマン帰っちゃうよ。色変えて帰れ。でも一個だけ分かったことがある。はい。被害はあんまねえと思う。ああ多分だけど。でやばい、マジで出んて。4、4、
マジでやばいぞこれ。おいマジで、おいやばいって。1本目やぞまだ。1分切った。もういいよ、もうクロック出してこのターン終わらせよう。3なかったら2ダメだろ。1はい、しちゃったよ。これで4積みとかだったら最悪だな。答え見ま、見ましょう。おい、まずくないかこれ。はい、正解はイザナギ。まずいだろこれは。おい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 、待って待って、おい、イザナギテラスさんまずいやろ。あかんねや。待って、マジか。何積み？え、4だと思う。4積みやった。イザナギテラス4積み。うーわ、ちょっと待って、なんぼするんこいつ。120円。あー、まあそんだけか。あ、でも4枚500だぞ。500円か。おい、誰だよこの罰ゲーム決めたやつ。最悪だもん、俺本気で死にかかっていいか。まだ最初やで。本気で死にかかっていいか。まだ最初やで。やられたらやり返す、倍返しだ。はい、これです。じゃあ始めましょうか。用意スタート。木ですか。はい。7コストですか。いいえ。6コストですか。はい。6コスト木。インパクトカードですか。はい。アイラ。アイラっていっぱいいるけど、何アイラだい。え、助けてモルティの方やったら言える。グレーンアイラじゃなかったっけ。グレーンアイラは2種類いるな。もっといるかもしれんけど、俺が知ってるのは2種類いるな。じゃあフルネームは無理だ、覚えてへん。あと9分です。もうグレーンアイラとしか言わへん。え、いいのかい。うん、じゃあだって覚えてへん。ラグナログザクロック、それ止めたら本格的に、うん、あの罰ゲームで落とされるんで。はい、俺はもうグレーンアイラとしか言わへん。はい、じゃあどうぞ。6コストやろ。グレーンアイラやろ。電流波ない。580円。え、2000円消しとんだってこの前。やばくね。いやいや、アイラ失うのこのデッキでかいだろ。はい、じゃあこちらで。非文明ですか。いいえ。水文明ですか。いいえ。自然文明ですか。いいえ。光文明。はい。忍びやん絶対。忍びかジョーカーズかキラスターだ。え、クリーチャーですか。いいえ。呪文ですか。いいえ。魂だです。はい。ジョーカーズだな。シールドトリガーを持っていますか。いいえ。3コストですか。はい。カーネンのメモリー。はい、正解。あっけね、何だったんだろうさっきの。で、何秒何秒何秒。40秒しかってない。マジか。結果報告。じゃあせやくんから。はい。電流波グレーンアイラ、助けてモルト4枚、580円。計2000。で、そちらは、せいろうの大王イザナギテラス4枚です。120円で計500ぐらい。というわけで、天下のフリーズさんでお世話になりました。どこだ。あ、イザナギ、イザナギ、あ、30円。あ、その下。30、30、30、29。お、ほんまや。なんか下、はぶられてるやつ、俺。で、アイラが150。はい。600、何円かぐらい取られました。さあ、二度とやるか、こんな企画。